よし、じゃあ第5話見ていきましょう。ツーアウトツーアウト、バッター勝負だ、集中していこう。さあキリちゃん、6番ヒイラギさん、ここまでは無安打でも全ての打席で狙いを絞ってしっかりと振ってきていた。そうでしたね、あのヒイラギの打席で終わってるっていうところでしたよね。うん、さあここからどうなっていくのか。ヒットを打たれても2点目を許さないため、こちらの外野は前進気味。さあヒイラギがどういうムーブをするのか。ボール、左右に打ち分ける技術を持った優秀なバッターが6番、やはり手強いですね。いや、いいですね。ですが内野の間は決して抜かせない。そうやな、鉄壁の守備すぎるんよなここが。さあ打ってきたけどファール、外のスライダーに食らいついてレフト線へのファール。次のサインは内角ストレート、振ってくるのであれば引っ張り方向に来る一歩、いや半歩だけ。さあ打ってきた、来た、一二塁間、鋭い。さあどうなる、取ってくるか、届いて、いや取りそうやな。お、抜けたか、おお、そしてゆず、やったー、抜けた抜けた、琴葉先輩ナイスバッティング。ライトカットに素早く返せ、2点目は許すな。カナ、先ほどはナイスバッティングでした。1の1打だったな。カナのヒットで気持ちがつながって、また同点に追いついたぞ。さあこれで追いつきましたね。いやー、追いついて追い越されてみたいな、ずっと繰り返してるけど、こっからちょっと怖いなマジで。残り2イニング負けたまま最終回を迎えて、プレッシャーがかかるのは避けたかったからね。なんとしてもこの回に1点、そう思って1、2の3で振った結果だよ。これで試合はまだ振り出しなのだ。これで試合はまた振り出しなのだ。この勢いのまま勝ち越して、あとはマイチンがピシャリと抑えてゲームセットなのだ。そう簡単に言ったら苦労しないわよ。まあ確かに。いや、葵の言う通りだ。流れは今うちらが掴んでいる。うわ、ちょっとよく見たら全員3年生っていうね、なかなかエモい状況が生まれてますねこれ。次に1点でも入れば、あとはマイコが絶対に抑えてくれる。そうだろう、ほんと好き勝手言ってくれるわね。いいね、椎名さん頑張って。椎名さんなら打てるよ、絶対打てる。また届かなかった。半歩ではなく一歩守備位置を動いていれば、今のボールは届いていた。この回は無失点で終わってた。まあまあ、そんなこと言ってもしゃあないからな。いつもそう、あと一歩のところで躊躇して、届きそうで届かない。ストライク、だから私は今度こそ届けたいと思ったんだ。姉さんが私たちの野球を見たくないのなら別に見てくれなくていい。いや、千尋どうなんやろ、見てるんかな。ボール、そうやって意地悪なことを言う姉さんには私も意地悪な仕返しをすると決めたから。ここの姉妹の関係もなかなか複雑よな、なんか。ファール、絶対に優勝旗を届けてみせる、私よりも野球が好きな姉さんのために。そうすれば姉さんだって目をそらせない。それが私の気持ちを姉さんに届ける唯一の。あ、センター前抜けるよ、抜かせない。わあ、これは取りそう。お、抜かせてたまるものか。珍しい演出入ったな今。さあしっかり取ってきて、鬼塚先輩、鹿島さん、いいねここの連携。アウト、よし、ナイスプレー、キリー。いいですね、鹿島ちゃんまだ1年っていうのもちょっとなんか将来性感じますよね。うん、先輩ナイスプレーです、今日一番の守備でした、立てますか。ええ、お気遣いなく、一人で大丈夫です。よし、エンジンだ。追いつかれただけで私らはまだ負けてない。今のピンチもキリのおかげで乗り切ることができた。1点でも取ることができれば私たちは守り勝てます。
小川原の野球を最後まで見せつけましょう。おお、さあ怖いですね。さあ舞子がどう抑えてくれるか。うおどうした、大丈夫か、いわきパイセン。うわ、どうしたんですか、いわきよしみ先輩。ジョス、はい、なんでしょう。うちがもしこの試合に選手として必要とされる場面が来るとしたら、それはバッティングで間違いないか。守備要員やダイソーではなく、バットを手に打席に立つ時で合っているか。はい、不測のアクシデントでもない限り、岩木先輩は代打要員としての起用を考えています。なら一つだけわがままを言わせてくれ。うちは今バットを振りたくてたまらないんだ。だがプレイ中はベンチの前での素振りは禁止されている。だから球場の外に振りに行ってもいいだろうか。おほほほ、そういうことか。なんかちょっと煉獄さんっぽい喋り方するよな、岩木パイセンって。いいだろうかみたいな。うちは応援の力でチームを元気づけることがうちの役割だと信じて精一杯声を出し続けてきた。だが今のプレイを見て、応援には声だけでは足りないものが確かにあると感じたんだ。そう思ったらいても立ってもいられなく、頼む、代打の機会があろうとなかろうとうちにバットを振りに行かせてくれないか。表の攻撃が始まる前に誰かに呼びに行ってもらいますから、それまでは思い切りバットを振ってきてください。ありがとう。オンに切るぞ。さあ行きましたね。さあまあここまでやるってことはもうさすがに代打としての起用あるよね、岩木パイセン。うん、まあ話的にないと困るんですけど、まあちょっとそこ早く見たいですね。ということで、まあなんか意外とあっさりと追いついてしまいましたね。うん、ということで次はあの舞子のねピッチングでございますけれども、しっかりと抑えることできるんでしょうか。じゃあ第6話見ていきましょう。8月のシンデレラン9。同点のまま8回裏、今のピンチを切り抜けて小川原は勢いづいてるかもしれないわね。しかもこの回1番からでしょ。さっきも追いついた直後に話されてるし、心臓に悪すぎる。大丈夫だよ。あここで、そうやな、先場もな、そうやんな、バッテリー組んでたもんな、まあいいこと。この回もうちのチームで一番頼れるピッチャーが投げてるんだから。ちょっとエモいことしてくんな。ふ、岩木さん相変わらず無責任なこと言うわね。私が絶対に抑えるなんて。まあそれだけ信じてるってことですよね。ストレーク。でも同じ集大を晒すつもりもないわ。追いついてもらった直後にまた失点するなんて集大はね。まあそうやんな、舞子のプライド的にもここは抑えたいところ。さあ打ってきた、ファール。赤妻、肩作っておいてくれ。この試合9回以降任せられるのはお前だけだ、いけるか。そうかそうか、そうやな。へへ、答えるまでもないっすね。千代、準備するぞ。うん。さあ赤妻投げる機会あるんかな。ボール。これでワンボールツーストライク。次の1球で、うん、赤妻が準備を始めたなら遠慮なく出し切らせてもらうわ。この回で終わってもいいくらい全力でね。さあ頑張って抑えてくれ。これはピッチャーライナーか。おお、すごい演出。お、取れた、アウト。ナイスキャッチピッチャー。ふ、よし、ワンアウト。いいですね、お願いします。今の打球も抜けていてもおかしくない当たりだった。チームの方針は間違っていない。さあキリちゃん的にもここはちょっと打っておきたい場面ですよね。うん、引き続き高めは捨てて低めを狙う。ストライーク。この捕手の傾向もある程度読めてきましたね。あえて山を張るのなら次の球は。さあ変化球かな、まっすぐか。外低めのまっすぐ。さあ打ってきた。さあこれ抜けるか、レフト。あー落ちたね、前に落ちた。ないばっち鬼塚。よし、さあちょっとピンチ。
ワンアウト、ワンアウト一塁だよ。内野は積極的にゲッツー狙っていこう。そっか、そうやね。ゲッツー取れるんで、いけるかな、どうやろう。倉敷先輩、切り替えていきましょう。球は走ってますよ。ファイトです。さあ、野崎が声出してますね。一度や二度打たれたくらいで、リードを変える必要なんてない。そうでしょ、シーナ。ストライク。少なくとも私がずっと組んできたあいつはそういうキャッチャーだったわよ。先場のことっすね。わ、ここでなんかつくもといいさ、まいこといい、こうベンチに入れなかった子たちのことを言ってくるよね。こうやって泣かせてくるんですよ。もうやめて。いや、エモいな。ボール。7回は考えすぎて一人相撲しちゃったかな。私が今組んでるのは舞子先輩だ。ストライク2。低めを狙われたとしても、あやこちゃんならこれを要求してるはずだよね。外角低め、まっすぐ。そう。わあ、そしてこのシーンですよ。この1年私はずっとグラウンドにいる連中と切磋琢磨してきた。有原や篠宮を筆頭に強打者たちと戦い続けて、そのコースに投げ切る球を磨くことでこの居場所を守ってきた。私はもう二度と悔しい思いをするつもりはないわ。打てるものなら打ってみなさい。さあ、いや、今のシーンめちゃくちゃいいよな。ふっ。さあ、打てないでしょこんな球。ファールか。よし、セカンド。さあ、ゲッツー。有原さん。さあ、坂上、有原、アウト。いろはちゃん、さあ、ゲッツー取れるか。アウト。おー、素晴らしい。これは最高ですね。よーし、ナイスゲッツー。さあ、これでチェンジかな。ごめん、キリ、ここぞで引っ掛けちゃうなんて。いえ、大丈夫です。切り替えてこの回も守り抜きましょう。やな、こちらが点を与えない限り絶対に負けることはない。守り続けてる限り決して変わらない。そして千尋ちゃんの方に来ました。支度はあらかた終わったわね。持っていく荷物もまとまったし。おい、今病院の談話室を通ったらちょうどキリの試合がやってたよ。ああ、そのたまたま見かけてさ、野球中継がやってると思ったから女子野球で。千尋どうする、見に行ってみる。二人で行けば私は遠慮しておく。うん、そうか。うん、そうだな。今同点のままで9回みたいだな。さあ、千尋も見に行けばいいのに。後半うちにいい流れで野球ができてるよ。踏ん張って投げてくれた倉敷先輩のためにもこの回必ず打って力投に応えよう。おー、よし、塚原先輩行きましょう。さあ、代打ですね。ここで8番倉敷さんに代わりまして、代打塚原さん、バッターは塚原さん。さあ、打ってくれよ。っていうか、マイコここで交代なんですね。おお、なんかすごいとこ、すんげえとこで終わったな。はい、ということで、第6話見ていきました。ということで、まあ、マイコはもう頑張って投げてくれたんで、ここで交代で、まあ、9回は、赤津まで行くよということですね。うん。まあ、とりあえず代打で塚原パイセンが呼ばれましたけれども、どうなるんでしょうか。うん。まあ、あと2話でございますから、ちょっと気合い入れて見ていきましょうか。8月のシンデレラン9。さあ、この2人、塚原先輩、一発ガツンとかましていきましょう。根性っす、根性。しずくさん、お願い。そうやな、本性的にも打ってほしいよな、ちょっとな。ボール3。さあ、粘ってますね。く、初出場の打者を警戒しすぎてカウントが不利に。目のいい打者はこれだから、次の球は入れるしか。あ、結構選球眼あるんですね、塚原パイセン。さあ、どうでしょうか。打ってくるか。お、打ってきたね。さあ、抜けるか。よーし、ショートの頭を越えたぞ。しずく、ナイスバッティングだ。なんかあっさり打つとき、あっさり打つよな、マジで。すげえな。で、ここでダイソー竹富と。いいですね。まあ、貸しといて。さあ、足早いですから、盗塁とかしてくるんでしょうか。どうなんでしょうかね。
先頭が出たこの場面で送りバントのサイン、まあ手堅く送りバントか。誰もが想定する判断だからこそ、私が何より意識すべきことは、まあ失敗しやんことやな。確実にそうですよ。さあ、坂上ならいけるんじゃないか。オーケーオーケー。ピッチャー一つでいい。さあ、しっかりとアウト取っていく。よし、ありがとう坂上。これでワンアウト二塁、得点圏に進めて打席には草刈り。ここでタイム。さあ、相手がタイム取ってきましたね。小川原高校シートの変更をお知らせいたします。ライトの神林さんがピッチャー、ピッチャーの住吉さんがライト。ここでまたあのピッチャーに変えてきましたね。ここでまた投手を変えてきたあのピッチャーに。今日の草刈りはなんかタイミングが合ってなかったよな、全然。さあ、ここで代打来るか。だー来ましたよ、岩城先輩。どうした。代打です、準備してください。うわー来たよさあマウンド向かうなよ1番草刈さんに代わりまして代打岩城さん、バッターは岩城さん。さあ、これで1番のクライマックスですね。ここがトップバッターを変えるとは、勝負に出ましたね。こうなってしまっては我々はもう選手に委ねるしかありません。女子生徒かなえ、あそこでバット振ってる人っていろんな部活の応援に来てた人だよね。あの人声が大きくていっつも元気で、どんな負け試合でも最後まで絶対に下を向かないで応援を送ってた。今なら私たちがもらった分の勇気もお返しできるかも。おお応援の演奏が随分大きくなりましたね。けれど気持ちで抜けるほど小川の守備は甘くないですよ。まあ確かにそうなんだよな。このピッチャーは最初に投げてたピッチャーだな。外で素振りをしている間ずっとイメージしながら振っていた相手だ。ああ、まあそうなると結構相性いいんじゃないか。泣いても笑ってもこの1打席だ。さあ頑張れ、見ていてくれ千尋、うちに力を貸してくれ。さあ千尋見てくれよ。ねえあなた、随分と廊下が騒がしくない？多分女子野球の中継じゃないかな。すぐそこの談話室でさっきも結構盛り上がってたみたいだから。さあ見に行こうぜ。うおこれは絶対言い訳パイセンやろ。あ、千尋どうしたの？さあ見に行くのか。これはおじいさんあはは、この子男子顔負けの豪快なスイングだね。いいぞ、気に入った。あ、千尋ちゃん今すっごくいいところなのよ。ほら妹さんも出てるんでしょ、確か小川原高校のセカンドの。ストライクツー。あ、映った映った、ほら横顔そっくりで守ってる時の構え方が頼もしいわね。姉さんこう？それじゃあ腰を落としすぎ、セカンドをやるならフットワークの軽さを意識して構えるようにしないと。父さんが私の動画をたくさん撮ってくれてるから、それを見て毎日勉強しなさい。私の分まで上手になってね。はい。ほんとそっくりこれはバカみたい。これは泣けるな。ボール、よし、フルカウントだ。次の1球何としても仕留めてみせるぞ。さあ粘ってますね。どんな時でも下を向かず、くじけず、諦めず、千尋が応援の力を打ちにくれるのなら、うちは絶対に打てる、絶対に。さあ見てますよ、その千尋ちゃんは。あとは岩城パイセンが返すだけ。打つんだ。さあ打った、どうだ、ライト。さあ結構じゃあ飛んだね。届く、フェンスギリギリ、いやドン。え、どういうことどういうこと、どうなった、フェンス直撃、回れ竹富。あ、惜しいな、ホームランやったな、あとちょっとで。すげえやん、あやちゃん帰ってこれるよ、ゴーゴー。さあここ大走打してよかったですね。クッションボール跳ね返った、カバー遅れてる岩城先輩は。さあどうするかな、これ。うおー、
二塁を蹴ってまだ野手がボールに追いついてない。それならさあここ回すか、ゴー。あ、ここで回してきた。そしてなんか友知のシーン出てきたよ。よーし、いけいけいけ。三塁を回った、させません。二点目だけは。さあここ入れたらだいぶでかいけど、キリカットカットだ、届け。さあクロスプレー、うおー、こいつうおーしか言わんな、うおー。さあ判定はさせるか。アウト、セーフセーフ。やったー、千尋見てくれたか。これがうちが信じる応援の力だ。まあこれ新しい UR かな。これはやばい、これはすごいすごい話だ。はい、ということで見ていきました第7話。いやー素晴らしいですね。いやちょっと上がったな。もうなんか千尋ちゃん見てくれず終わるかなとか思ったんですが、まあ、最後はなんとか見てくれましたね。いやよかったそしてあの鬼塚姉妹はやっぱ構えとかも似てるんですね。うん、まあキリちゃんがこう姉ちゃんのね構えとかを見て勉強したからなんでしょうけど、いやそういうのもエモいよな。うん、ということでこれで2点差かな、2点差開いたんでだいぶ楽になったんじゃないでしょうか。で最終回あがつまですね、さあしっかりと抑えてくれることはできるんでしょうか。第8話見ていきましょう。8月のシンデレラン9、ストラックアウト。あら、なんかめっちゃ軽快に投げてますやんよし、2アウト2アウト、ラストバッターだよ、ここで決めよう。あ、キャッチャーは C7 なんですね。さあラストバッターがカシノちゃんか。いやいいですね、諦めない、最後まで。そうよ、ストライク。勝って証明すると誓ったから、私にとって先輩と過ごした時間がどれだけ大切なものだったか。坂上のことですね。ファール。追い込まれても下は向かない、ツーアウトから未来が変わることだって。お、打った、レフト。お、うわ、ここでヒイラギ、左中間勢いが強い、深めに回り込んで止めないと。カットまで翼。さ、いいね。え、間に合う、私の足なら。さ、セカンドやね、これはタイミングは際どい、それでも有原さんの送球なら。わ、ここのクロスプレーマジか。判定はアウト。くー、はあ、これはあれですね、さ、カシノちゃんがうまいとしていた、うん、で坂上ちゃんはちょっと苦手みたいなね、状況のやつですよね。それをしっかり坂上が決めてきたと。これは熱い。カシノさん、荷物をまとめてバスに向かいましょう、次の試合の準備が始まります。すみません。はい、すいません。最後の走塁の判断を悔やむ必要はありません。あの打球で私が樫野さんと同じ足の速さであれば、迷わず二塁を狙っていたと思います。夏大会の最後のバッターでもですか。ええ、最後のバッターだからです。得点圏に走者が出れば相手にプレッシャーがかかって試合の行方はまだ分からなくなる。キリの言う通りだよ、朝3年の先輩より落ち込むなんて生意気だぞ確かに、すいません。試合には何とか勝てましたが、朝ちゃんに声をかけるべきでしょうか。かけるべきよ、それは。メイ、さあちょっと小麦ちゃんもついていってあげて。メイ、お疲れ様、ありがとうございます。チームの皆さんには本当にご迷惑をおかけしてしまいました。メイ、あのね、大切なものを忘れてない？これ
あー、キーホルダー？今日の朝、メイが部屋に忘れてたから、試合中、小麦がずっと大事に持ってたの。メイの大切なものだもんね。メイ、メイはもう大丈夫？これは受け取っておきますね。私は大丈夫です。みんながいてくれるから。ありがとうございます、小麦ちゃん。さあ、お、いわきパイセン。小川原の選手はさっきこの辺りで見かけたはずなんだが、もう帰ってしまったんだろうか。おーい！いたぞ。おーい、キリー。さあ、はあ、はあ、よかった。まだ球場にいたんだな。はい。はい、ちょうどミーティングとキャプテンからの最後の挨拶を終えたところです。そういえば私は岩木さんに謝らなくてはいけないことがあるんです。手紙のことかな？うちに？夏大会の直前、岩木さんが私に託してくれた姉さんへの手紙。あれは結局渡せなかったんです。え、そうだったのか。まあ、それはもう済んだことだ。キリが気に病む必要はどこにもないぞ。本当は試合前にお伝えしようと思ってたのですが、試合に臨む岩木さんの集中を削ぐようなことがあってはならないと思って。わはは、そんな心配は無用だぞ。試合前に聞かされていたとしても、うちは試合のことで頭がいっぱいだったはずだ。最後の打席もうちは、とにかくいい結果を千尋に届けたい。ただそれだけを思って打席に立っていたんだ。試合を見てくれている千尋に、うちが信じる応援の力を信じていて欲しかったからな。あの岩木さんは試合中もずっと姉さんが試合を見ているとそう思っていたのですか？もちろんだ。うちが千尋を信じる気持ちは何があっても変わらないぞ。そうだったんですね。それに比べて私は、まあ結果だけを届けようとしてたもんね。姉さんに届くのは結果だけ、そう割り切ってプレイをしていたつもりでしたが、心のどこかでもしかしたら見ていてくれるかもしれないなんて断ち切れない未練が残っていたのも事実です。最終回、岩木さんがホームに届いて私のボールが届かなかったのはその差だったのかもしれませんね。決勝戦頑張ってください。私たちは見届けることはできませんが。ん？今キリのスマホから音がしなかったか？え、あれ本当ですね。LINE の通知が。姉さん？これ。か。ああ、ダメだ。読めねえ。カットプレイが甘い。2点目は防げたでしょ。キリ？ああ。キッキリどうしたんだ？ゴリゴリ泣くやん。ゴリゴリ泣くやんはそうやな。ま、何か悲しいことがあったのか？まさか。いえ、違います、岩木さん。これは嬉し涙です。いや、よかった。はい、ということで第8話見ていきました。これは、ええ話や。いい話でしたね。ということで、まあ、とりあえずこれだけ言っとこうか。本校、見事、勝利、やったということで、決勝戦ね、決まりましたね。海洋対本校、ついにですよ。まあ、これはおそらく、今年の八花祭で、多分ね、ストーリー来ると思うんですけれども、いやー、非常に良かったですね。はぁ、よかった。そして、まあ、坂上カシノのお話もそうですし、あとは、まあ、岩木と千尋キリのお話もね、なんとかまとまった感じで、まあ、ちょっとスッキリしましたね。やっとですよ。そして、まあ、細かいところで言うと、まあ、つくもがね、本庄先輩のことを思ってたりとか、舞子がね、先輩のことを思ってたりとか、まあ、そういうね、細かいところもしっかり描かれてて、よかったなと思いました。はい、いやー、よかったな。というところで、次は決勝ですね。海洋、非常に強敵だと思いますが、ちょっと頑張ってほしいですね。うん、ということで、いかがだったでしょうか。皆さんもね、ちょっといろいろコメントあると思うので、コメント欄に皆さんの思いをちょっと書き殴ってください。はい。
はい、ここまでね、長い間夏大会のストーリー一緒に見ていただいてありがとうございました。まあもちろんね、これからも、ストーリー動画上げていこうと思いますので、またね見てくれたら嬉しいです。はい、ということで本日はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。ツイッターもやってます。ツイッターは概要欄に貼ってますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。ということで、また次回の8月のシンデレラ9でお会いしましょう。以上、女性南水さんのジョスでした。バイバーイ。